スノーマン安倍良平に第二の桜井賞の呼び声 TV 局がリスク覚悟で起用したい理由、ジャニーズの人気グループ、スノーマンの安倍良平29は第二の桜井賞になれるか。上智大学大学院理工学研究科を卒業し、ジャニーズの中でも1、2位を争う頭脳派として知られている。先月からは、フジテレビ系報道番組、ライブニュースイット。 の、マンスリースペシャルキャスターに就任。これまで不定期出演だった SDGs 企画に、月1回のレギュラー企業が決まった。そんな安倍には、第二の桜井としての期待も大きい。桜井は、慶応大卒の頭脳派として、日本テレビ系報道番組、ニュースゼロのキャスターを務めているからだ。あるオープロ関係者は、ジャニーズとしては、桜井が成功したようにキャスターは作りたい。 ポジションの一つイメージがいいですし安定していますからねと指摘する。